皆さんこんにちは。音質改善マル秘大作戦オーディオ入門です。今回で78回目になります。今回も前回に引き続き聞き比べをしていきたいと思います。前回はノイズ対策のされている音とノイズ対策のされていない音と聞き比べしました。やはりノイズ対策をすべて外してしまうと大変な音になってしまいますね。面倒だったので F ケーブルや電源ケーブルですね、ケーブル類のノイズ対策は外しませんでしたけれども、これが仮にケーブル類のノイズ対策も外した状態で音出しをしたとしたら、さらにすごい音になっていたことでしょうね。やはりノイズ対策って大切ですね。それにしっかりとした効果があります。また私の使っているアンプはラックスマンなんですけれども、メーカーの目指す無垢な音作りの観点からコモンボードインダクタなどのフィルター回路が他の国内メーカーほどではなく控えめなんですね。ただ海外メーカーのアンプもどうも同じような作りのものが多いようです。ですからノイズの干渉に関してはなおさらなんでしょうね。それで今回は何について聞き比べをしていくかというと、蛍光灯のノイズの干渉について聞き比べをしていきたいと思います。蛍光灯からは実はノイズが出ています。この蛍光灯のノイズの干渉によってオーディオの音はひどく悪くなってしまうんですね。初めて耳にする方もいらっしゃると思いますが、事実なんです。このことを知らずに部屋の蛍光灯をつけた状態でオーディオやホームシアターを楽しまれている方も多くいらっしゃることと思いますが、残念なことにそれだけのことで音は随分と悪くなってしまっているんです。では実際にどのように蛍光灯のノイズの干渉によって音質劣化しているかというと、具体的には音に落ち着きがなくなります。全体的にサワサワとしたような感じに聞こえるようになります。それに音のエッジが立ち気味になります。あとは全体的に音が薄くなりますね。 AQ アンプと AB 級アンプの音の濃さの違いとまではいきませんが、イメージとしてはそんな感じに音が薄く聞こえるように変わってしまいます。この蛍光灯のノイズの干渉による音質劣化は激変レベルとまではいきませんが、それでもしっかりと体感できるレベルで音は変わります。これは皆さんでも簡単に確認することができます。お部屋の照明が蛍光灯でしたら、白熱灯、電球の照明器具をご準備いただいて、蛍光灯をつけた状態と消した状態とで聞き比べをしてみてください。皆さんでも点灯時と消灯時での音の違いに気づくことができると思います。なお消灯時ということで昼と夜の時間帯とで時間をずらして聞き比べるのはしないでください。どうしてかというと、オーディオの音は1日の中で何もしなくても勝手に昼と夜の時間帯とでは音が変わっているんですね。昼夜の時間帯で勝手に音質が変わってしまう理由としては、供給されている電力の電圧の不安定具合の違いであったり、時間帯による高周波ノイズの混入具合の違いであったり、紫外線による電力設備、電線、柱状トランスへの干渉であったり、通信系の信号、高周波の電磁波ですね、そのボリューム具合であったりと、いろいろなものの干渉を受けることによって昼と夜とでは勝手に音が変わってしまうんですね。ちなみに一番音が良くなるのは日曜日の深夜から明け方の時間帯にかけてと言われています。ということからも、音の聞き比べに関しては同じ時間帯にするようにしてください。また今時ですと照明が LED という方も多いと思います。この LED の基板からも実はノイズが出ているんですね。開業医の友達がいるんですが、その彼が以前 LED のノイズを気にしていました。かつかなり詳しい感じでした。おそらくは医療機器に対するLED のノイズの干渉を気にしていたんだと思います。 LED に関しては私の場合はオーディオを置いている部屋では使用していないんですね。他の部屋では使っていますけれども、ノイズの干渉を嫌ってこの部屋では使っていません。ということから LED に関しては具体的なノイズの干渉や対策方法については私は該当しないのでちょっとわからないんですね。もしも気になる方はLED のノイズで検索するとたくさん出てきますので、そちらの方で確認のほどしていただければいいと思います。蛍光灯に話を戻します。ということで蛍光灯からはノイズが出ているんですね。
そのノイズの干渉によりオーディオの音質は劣化してしまうんですね。ですから昔からオーディオを楽しむときは蛍光灯を使用するのは良くないですよとよく言われています。私だけが気にしている話ではないんですね。私の場合、蛍光灯については若い頃から蛍光灯をつけると音が悪くなることに気がついていました。なのでオーディオを楽しむときにはいつも白熱灯ですね、電球の照明器具を使うようにしていました。そうすることによって蛍光灯のノイズの干渉による音質の劣化を回避してきました。まあ厳密に言うと白熱灯は発熱することによって発光しているので、これはこれで直流成分が出てしまうんでしょうけれども、蛍光灯の干渉と比べれば微々たるものですし、まあ程度問題で気にしなくてもいいんじゃないかなと考えています。それではこの蛍光灯がオーディオの音質を劣化させてしまう経緯について、理由ですね、理屈の方を少しお話したいと思います。ただ私は電気屋さんじゃないのでそんなに詳しくは分かりません。蛍光灯とオーディオの音質との関係性についてほんの触りだけですね、お話ししたいと思います。何かで確認してからお話したかったんですけれども、蛍光灯のノイズと音質に関して記述されたものがどこにも見当たらなくて、あったのはスイッチングノイズに関してだけでした。ですからこれからお話しする話は少し不正確で私の推論になってしまうことを先にお断りしておきます。まあイメージができる程度のお話ということで受け止めていただけるとありがたいです。またこの件については正確にご存知の方はぜひ教えていただけると私としても確認できないでいますのでありがたいです。話だけだと分かりづらいかもしれませんので、ホワイトボードにも書いてみました。それで蛍光灯が発光するということは、この放電管の中でアーク放電の放電現象によって光を出しているわけなんですね。またアーク放電を安定的なものにするために照明器具には安定器というものがついています。この安定器はコイル状の作りをしているために磁力を発してしまい、それを原因として振動とノイズが発生してしまいます。それを防ぐためにコンデンサーが付けられていますが、フィルター回路はついていません。それで高周波ノイズはどこで発生するかというと、放電管内のアーク放電によって発生します。しかし照明器具はフィルター回路を有しないので、電動ノイズとして高周波ノイズが外部へ流れ出してしまいます。またコンデンサーやグローランプの劣化によっては振動とノイズは増えてしまいます。それと放電管内で起きているアーク放電ですが、これも放電現象ということですから、電磁波同様に一種の放射ノイズとして捉えることができると考えられます。以上のことからオーディオシステムがこれらの干渉を受けてしまい音質劣化をしてしまうものと考えられます。こんな感じなんでしょうかね。先ほども言いましたが、このお話は確認の取れていない推論になりますので、イメージ程度に受け止めてくださいね。放電管内のアーク放電と電動ノイズとして外部に出てしまう高周波ノイズですね、このそれぞれの干渉を受けるものと考えられます。それと照明器具には寿命があります。作りがシンプルなので使えなくなるということは少ないと思いますけれども、長年使っていると照明器具からはノイズが出るようになります。ここで言っているノイズとは実際に耳に聞こえる異音のことです。蛍光灯の点灯時に照明器具からはジーッというセミの鳴き声のような音が聞こえるようになるんですね。皆さんも古いお店や昭和の名残の残るようなアーケード街とかで一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。この異音は経年劣化により安定器の振動が大きくなってしまい、それを原因として音が出るようになってしまうんです。このジーという異音はグローランプを交換することで収まることもありますが、グローランプを交換しても異音が収まらないときは照明器具の寿命と考えることができます。ただこの異音が気にならない人は気にせずに使い続けても事故につながることはなく問題にはなりません。またちょっとした修理をすることによって異音を抑えることができますが、その辺は自己責任でということになりますね。それとインバーター式の照明器具は放射ノイズと電動ノイズがより多く出てしまうために、ひどい時には受信障害などの現象が発生してしまうとのことです。もしもお部屋の照明器具がこのインバーター式の場合には、やはりオーディオを楽しむ時には消しておいた方が良さそうですね。または
コアなどを取り付けたりするのもいいのかもしれませんね。冷蔵庫などもそうですが、どうもこのインバーターもノイズに関してはなかなかの悪さをするようです。それではこれから実際に蛍光灯のノイズの干渉を受けた音と干渉を受けていない音とを聞き比べの方ですね、していきたいと思います。今回ですね、使用する音源は前回のトピックで使用したノイズ対策を全て外した状態の音を使っていきますので、蛍光灯のノイズの干渉を受けていない音であってもすでにきつめの音になっています。その点だけご容赦願います。それでは1曲目にノイズの干渉を受けていない音をかけます。続いて2曲目に蛍光灯のノイズの干渉を受けた音をかけます。聞き比べの方はこの2曲で皆さんしてみてください。それでついでに3曲目に私のシステムの現状の音、普通の音をかけます。それで4曲目にはアンプとプレイヤーですね、日本の電源ケーブルを付属されてきた標準のものに付け替えた音をかけます。ですから3曲目と4曲目では電源ケーブルによる音の違いを聞き比べすることができるようになっています。皆さんは音が違って聞こえるんでしょうかね、同じに聞こえるんでしょうかね、どっちなんでしょうね。それでは曲の方かけていきたいと思います。
はい、皆さんどうでしたか？音の方は違って聞こえましたか？それとも同じに聞こえましたか？どっちだったんでしょうね。結果については皆さんがそれぞれに判断してみてください。使っている音源自体がすでにきつめの音なんですが、1曲目と2曲目を比べてみると、2曲目の蛍光灯のノイズの干渉を受けた音の方がよりきつい感じがして、よりドタバタとしたかつ落ち着きのない鳴り方に私には聞こえましたね。先ほども言いましたが、皆さんもご自分のお部屋で試してみると音の違いですね、より分かりやすいんじゃないかなと思います。とこのようにですね、オーディオを楽しまれる時に蛍光灯を使ってしまうと音って悪くなってしまうんですね。ですから気にされる方は白熱灯の照明器具を使われた方がいいと思います。一方、気にならない方は気にしなくてもいいことだと思います。それと3曲目と4曲目の方ですね、ノイズ対策のされた現状の音なんですが、電源ケーブルを変えると音の方はあんな感じに変わりますね。まあ同じ音に聞こえた方もいるかもしれませんが、それはそれでいいと思います。この電源ケーブルによる音の聞き比べについてはトピックの94、電源ケーブル、ゾノトーンとノーマルケーブルの聞き比べのトピックで詳しくお話をしていますので、興味のある方はそちらをご覧になってみてください。ということで、今回は蛍光灯のノイズの干渉についてのお話と、実際にですね、聞き比べの方を皆さんと一緒にしてみました。皆さんもご存知の通り、オーディオ機器は電気で作動する電化製品なので、どうしてもノイズの干渉を受けてしまうようですね。まあこういうことはあまり気にしない方がいいんでしょうけれども、しかしですね、気づいてしまった以上は気にせざるを得ません。ただ今回のトピックで一つ言えることは、蛍光灯を使う使わないということでお金がかかるわけではないんですね。お金がかからないのにただで少し音が良くなるわけですから、やらない理由がどこにあるんでしょう。ですから興味のある方は試してみるといいんじゃないかなと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。